山外の狂人は狂せることを知らず、生の亡者は亡なることを悟らず、生まれ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 て生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、方々大師空海秘蔵法薬より。さて、今なお語り継がれ日本の歴史を築いてこられた、本日御期日をお迎えになられる偉大なる先人たちの英知に学び、その時代を懸命に生き抜かれた魂の鼓動を享受させていただきましょう。さて、時は遡ることは平安時代は中期の皇族、為平親王は村上天皇の第四皇子、母は藤原の安氏、兄は霊勢天皇、堂々森平親王は後の遠雄天皇、弘法三年源の高明の娘を妃としたため藤原氏から警戒され、弟森平親王が東宮皇太子となった。その2年後の安奈2年969年、左大臣高明を失脚させるため仕組まれた藤原氏の策謀、安奈の変にも巻き込まれた。寛弘1年に出家、同年1010年寛弘1年11月の7日、同年59歳にて薨去なされました。されては、江戸時代は初期の剣術家小野忠明殿は阿波の生まれ、通称次郎左衛門、元は御子神天禅と名乗った。伊藤一等妻に指示し、その奥義を授かった後、徳川家康に仕え秀忠の剣術の師範となる。その子忠常も剣に優れ、小野派一刀流の祖となり家光に仕え、以後代々幕臣となった。1628年寛永5年11月の7日、御入滅なされました。されては、江戸時代は前期の華道家、大名家の坊千光殿は、署名は千長、京都長宝寺六角堂の僧、富蔵天皇の家会などで活躍し、皇居位を与えられる。立家の大成者で豪壮な様式を完成し、立家の最盛期とイケボーの指導的地位をもたらす。作品200点余りの立家図が京都満寿院などに残る。1658年満寿元年11月の7日、ご宣言なされました。されでは、江戸時代は後期の国学者、お通り春庭殿はお通り宣長の長男、後の鈴の屋と合した。眼病で32歳の時失明、家督を父の養子大平に譲り、松坂で針のなりわいの傍ら門人に教える。父の国語研究を継承、文化3年同志の活用体系を言葉の八幡にまとめた。1828年文政11年11月の7日、去年66歳にてご入滅なされました。されでは、幕末から明治初期の技術発明家、田中久重殿は筑後の国は久留米の生まれ、巧妙なからくり人形を制作して、からくり右衛門と呼ばれた。万年時計や日本最初の機関車模型を制作、明治8年1875年日本最初の民間機関工場を創立、今日の東島の基礎を築かれた。1881年明治14年11月の7日、去年83歳にてご入滅なされました。されては、明治時代の官僚政治家、田中幸三殿は江戸の生まれ、昌平校で学び、後中江町民らにフランス語を習う。司法省などを得て警視庁に入り、明治12年川路利家に随行、フランスの警察制度を視察。14年退職し、応命者、次いで自由党に加入。
町民の生理相談にヨーロッパ近代思想を翻訳紹介した1883年明治16年11月の7日享年33歳にてご入滅なされました。さねては幕末から明治の時代を生きた実業家川田小一郎殿は土佐藩は豪氏の出身、岩崎弥太郎が創立した九十九商会後の三菱商会に幹部として参加、鉱山炭鉱事業を統括し三菱財閥創業期の功労者として活躍した、後に第三代日本銀行総裁に就任して強い指導力を発揮、日銀の法王と呼ばれた。また高橋惠喜を登用するなど人材の育成にも力を注いだ。1896年明治29年11月の7日享年61歳にてご入滅なされました。さねては幕末から明治の時代の実業家田中長兵衛殿は遠江静岡の生まれ、本姓は新井、薩摩藩御用商人田中家の婿養子、維新後陸海軍の食料造船用材料などの調達にあたる。法部省が廃山にした釜石鉱山を横山久太郎と共に再建し、明治20年釜石鉱山田中製鉄所を創立、社長に就任した。1901年明治34年11月の7日享年68歳にてご入滅なされました。さねでは明治大正期の浪曲師老中兼雲右衛門殿は北関東は群馬の生まれ、本名は山本幸三、西門語りであった父のもとで修行、武士道御粋を標榜し勇壮な雲右衛門武士を創始、1901年東京本郷座で浪曲を公演して1ヶ月間満員の記録を作った。異性と創発門白姿が人気を呼び、騎士連を得意とした浪曲界の革命児となった。1916年大正5年11月の7日享年44歳にてご入滅なされました。さねでは大正昭和初期の西洋美術史家沢木与茂吉殿は秋田県は男鹿市の出身、慶応義塾大学文学科美術史科の初代教授、三田文学二代目主幹、ペンネームは沢木小杖、学問としての西洋美術史を初めて日本に紹介し、その基礎を固めるなど日本における西洋美術史研究の分野に残した功績は大きい。またミロのヴィーナスを日本に紹介した。1930年昭和5年11月の7日享年45歳にてご入滅なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱、南無先人尊領。今日という日はもう二度とは戻ってきません。今日があなたの最後の日だと思い、今日があなたの最初の日だと思い、後悔のない一日をお過ごしくださいませ。